じゃあライル、お前はちょっとここで待ってろ。ジョーちゃんはこっちに来な。あ、はい。おいバカ、待たせたな。はあ、さすが、いい度胸してるのね、私に喧嘩売るなんて。何言ってるの？私はいつもこうでしょ？耳が腐ってるんじゃないかしら。ああ、だったらついでに手術してく？手足の交換くらいなら3分もかからないから。だってあなたはそれくらいバカですもの。何のことかしら、私よくわかりません。そんなことより早く手術がしたいんですけど。あいつ？はね、あれか。ダメだ、役に立たん。だからあのジョーちゃんは買い取れん。他を当たったところで同じことだ。お前何か勘違いしてただろう。あのジョーちゃんは多少の違いはあっても人間だぞ。つまりだ、心臓か腎臓かの判別はしかねるものの、あの子を構成するのは完全な有機パーツ。あいにくと俺は無機が専門だからな。要するに畑違いさ。それでも厄介払いがしたいんなら、あとは人買いの量分だぜ。エニスにでも押し付けりゃいいんじゃねえの。やばいな、ヤッコさん歪んだ正義感の持ち主だし、俺みたいな砕けた考えはしちゃくれねえよ。ま、他にもいろいろと修羅張る要素が盛りだくさんだが。ありゃ、ずいぶんと諦め早いな。養うつもり？まあそう悩みなさんな。しばらく飼ってみりゃいいじゃねえの。
ああ、時期に来るだろう。どうも俺のプレゼントがお気に召したみたいでね、鏡の前ではしゃいでたよ。服だよ服。エニスのお風呂なんぞ着てたから、俺も何かやらにゃならんのかと思ってな、一着見繕ってやったんだ。いや、まったく可愛いじゃねえの。ああいう素直なリアクションはちょっとここらじゃ貴重だぜ。思わず押そうかと思っちまった。お待たせしました。これどうですか？なんだよ。平たく言えばまあそうだよ。何か不都合でも？なんで？あのな、ガキかお前は。それで世の中まかり通るとでも思ってんのか？大体お前の発掘品はどれもこれも特殊すぎて復元するのに金と手間がかかんだよ。だから売ったところで相殺されちまってプラマイゼロだ。いや、労力の分マイナスだ。だからお前は目端の利く助手をつけろ。でないと俺がやってられん。つうか付き合いきれん。へえ、だったらお前エニスんとこのツケはどうやって払うんだ？あれま言うじゃん。あいつ時々愚痴ってるんだぜ。それはつまり踏み倒す気満々と？うわ、最悪だなお前。なんでこんなのに惚れてんだあいつは。ダメ人間の典型じゃねえか。んだよ、解消なし。これ似合ってます？これってすごいんですよ。肌にぴったりしてるのに全然窮屈じゃなくて動きやすいし、おまけに軽くて、しかもめちゃくちゃ丈夫なんです。それからほら見てください、背中が開いてるんですよ。これなら羽も出しやすいし、なんかちょっと可愛いし、少しだけ大人な匂いとかしませんか？しますよね。
ね。かっこよかったり可愛かったりして、なんか大変な服ですよね。ああ、本当にこれいただいちゃっていいんですか？いいよ、やるって言ったろ。やった、ありがとうございます。それでさっきから発掘とか助手とか言ってますけど、何のことです？詳しく説明してください。はい、どうする？こっちはやる気満々だぜ。ああ、また二人だけで話そうとする。のけものにしないでください。いや、悪い悪い、別にそういうつもりはねえんだってば。でも心配すんな、こいつなんだかんだで照れてるだけだから。え、そうなんですか？いや、お前まで照れることはねえが。逃がすな、おい。はい。お達者で。じゃあ私もその得意体質なんですか？はあ、それは分かりましたけど。あなたの服はどうなんですか？見たところ普通にしか見えませんけど。なるほど。
でもその割にはひねりのない格好ですね。色合いとか少し考えておしゃれした方が。いきなり何するんですか。私はただ素直な感想を。握って崩れないようなものならいいんですね。行ってきます。これ見てください。どうです？そうですか？それほどでも。それは…はい、すいません。
んですか？わかりません。でもその音を聞くのは何か嫌です。はい？何を言ってるんですか？人間が人間を殺すのは当たり前のことでしょ？だから、人間は共食いをする生き物だってことです。違うんですか？どうしたんです？変な顔して。私何かおかしなことを言いましたか？ロト？何か微妙な言い回しですね。あ、はい、わかりました。でも安心しましたよ。もしかして私はおかしいのかなって思っちゃったじゃないですか。え？何か言いました？